カール・ヤーコップ・クリストフ・ブルクハルトは、スイスの歴史家、文化史や文明史や、ブルクハルトの肖像を用いたスイス・フランシ兵・バーゼルに、ある、大教会の説教師の子として生まれる。はじめに進学を学ぶが後に、歴史学に転じ、1840年からベルリンに、滞在し、ランケ、ドロイゼン、ヤーコップ・グリムなどの親に学ぶ。美術史家、 フランツ・クーグラーの講義を聞いて深く啓発され、彼とは生涯にわたる信仰を結んだ。1843年末にバーゼルで大学教授資格試験に通り、講師として歴史、美術史の講義を行い、傍ら、バーゼル新聞の政治欄の記事を担当している。1846年に教職を投げ打って人間となるためローマへ行き、その間クーグラーが編集する。 芸術思考用と絵画思考用の仕事を移植されて1年ほどベルリンに滞在している。1848年春にはバーゼル大学からの院外教授としての昇平に応じた。1869年から1879年までバーゼル大学で古典文見学を担当していた哲学者ニーチェとは信仰が深かった。ニーチェの注意を 世界史に向けさせたのは、ブルクハルトであり、ニーチェは他への書簡でも、この忍者のように人と離れて生活している、思想家について、尊敬の念を表し、ブルクハルトの友情に感謝している。1872年に、ベルリン大学から、ランケの公認として招かれるが、この名誉ある申しでは定調に断っている。喫水のバーゼル人として故郷に骨を埋める、つもりだったからである。 晩年の三十年は、印税のために欠かされたり、出版屋の下僕となって生きることを嫌い、著作活動をやめ、教育活動に専念している。1893年に公務を完全に退き、その四年後に、心臓病で亡くなった。ベーネ・ビクセット・クイ・ラ・トゥットが、ブルクハルトのモットーだったという。現行のスイス・フランシア兵の最高学面・セン・フランシア兵には、 ブルカハルトの肖像が用いられている。著書、イタリアルネサンスの文化において、初めてルネサンスという言葉を用いたことでも知られる。1842年に彼は、私にとって背景が主要な関心事である。そしてそれは、文明史によって与えられる。私はそれに身を捧げようと思うと書いている。直感から出発することができない場合、私は何もしないとも。 ブルクハルトの場合、直感は概念より優先されるし、歴史事象そのものよりも時代の雰囲気に関心を持つ。彼の情熱は芸術と学問の歴史、選ばれたもの、偉大なものに向けられていた。肥族なもの、打算を軽蔑していたので、当地の技術や制度にも興味を持たなかった。ブルクハルトはヘーゲルを嫌悪し、歴史哲学には関心がなく、 体系を作るものではなく、あまりにも、個性的であったので、学派も形成しない。後に、イギリスの歴史家、ジョージ・グーチは、一時代や一国民の心理を解釈しようと、志した歴史家にして、彼の泉から深く飲まなかった歴史家があろうかと述べている。没後出版ブルクハルト論考の章を収録。ありがとうございます。